皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログはテレビのライバルはライバル不明の時代へというテーマでお届けいたします。アライアンスだのコラボレーションだの協業だのと言われるようになって久しいのですが、実際にこれらを行っている中小企業を探すのは難しいというのが現実です。ただし、大企業に目を移すと大企業同士でこれらを見事にやっています。本来中小企業の方がやりやすいはずなのですが、大企業の方が一生懸命です。大企業同士が組むことでシナジー効果が生まれ、大きな収益を生むことができます。例えば、Amazon で本を購入すると、一緒に生命保険のチラシが同梱されていることがあります。これなど見事なアライアンスです。Amazon は生命保険会社に自社の顧客への宣伝を許しているのです。その代わり Amazon は生命保険会社からその代金をもらっています。大企業同士ですから顧客数が違います。ですから大きなお金が動きます。これを中小企業に置き換えると、狙っている客層が同じであるならば、小さいながらも効果を得ることは可能です。例えば、弊社はアルバ株式会社とアライアンスやコラボレーションを超えてシェアを行っています。見込み客リストの共有です。これは全国的に見ても大変珍しいケースでしょうが、12以下の企業がこれ以上の成長をしようと思ったら、大胆なことをしなければ人口減少、そして市場縮小時代には無理でしょう。つまり今までの延長線上の発想や行動では対して成果を出せない時代です。今日の本物の商売を目指すポイントです。今までの価値観で測れないことがあらゆる分野で起こっています。例えば、スウォット分析などのリサーチを行うと競合調査をやります。競合という言葉を聞くと、同じ業界の企業を思い浮かべる人がほとんどだと思いますが、一概にそうとも言えません。むしろ競合は異業種の企業の方が多いかもしれません。例えば、マクドナルドの競合はモスバーガーやバーガーキングではないということです。一昔前までは競合調査といえば、同じ業界の企業や商品をリサーチしましたが、今は過去の常識が通じる世の中ではありません。例えば、マクドナルドの競合はモスバーガーでもなければ、バーガーキングでもなければ、もしかしたら宅配ピザかもしれませんし、コンビニかもしれません。はたまた回転寿司かもしれません。このようなことはあらゆる業界で起こっています。あの堀江貴文さんはこんなことを言っています。フジテレビのライバルは日本テレビではなく、恋人からの LINE になると。確かにそうです。動画という点が競合を探せば、YouTube などの動画サービスも考えられますが、時間消費という視点で考えると、恋人からの LINE というのは十分あり得る仮説です。さらに面白いことを言っています。自動車がインターネットにつながって自動運転が実用されると、自動車の形は現在のような形である必要はありません。もしかしたら、単なる移動する椅子という価値になるかもしれません。そうなると自動車業界とインテリア、家具業界の垣根がなくなります。こんな現象があらゆる分野で起こると堀江さんは予想しています。まさに混沌とした時代です。わかりやすい例としてはスマホです。電話でもあり、パソコンでもあり、メモ帳でもあり、電卓でもあり、デジカメでもあり、ボイスレコーダーでもあり、ゲーム機でもあり、本でもあり、テレビでもあり、なんだかよくわからないものですが、多くの商品やサービスの垣根を取り払って一つになっています。理屈で理解するような時代ではありません。ちょっとした動向などキャッチする感性が大切です。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。